一人か？あ、はい、一人です。ああ、俺の名前は戸石研磨、高校2年生だ。教室に忘れ物を取りに戻ってきたら、クラスメートが一人で掃除をしていた。彼女の名前は鹿島ロコ。学校で1、2を争う美女だ。確か放課後は日直が2人で教室の掃除をする決まりじゃなかったか。今日はバイトがあるとかで代わってほしいと頼まれたものですから。手伝う。え、しかし。ええから。カジマはいわゆるお人よしだ。人の頼み事を断らない、ノーが言えない日本人。ノートを見せてほしいと言われれば、はいどうぞと見せる。宿題を写させてほしいと言われれば、はいどうぞと写させる。掃除を代わってほしいと言われれば、はいどうぞと変わる。つまり、はいどうぞボットなのだ。学校で1、2を争う美女だから、男子からはモテるし、性格もおとなしくて女子の友達も多い。だがやはりやっかむやつもいて、こんな感じで掃除当番を押し付ける不届き者も少なくはない。顔がいいってだけで大変なもんだ。おい、こっちは終わったぞ。あの、なんだ？私のこと好きなんですか？は？何言ってんだこいつ、と俺は思った。男の子が優しくしてくれるのは下心があるからだとクラスの女の子が。なるほど、一理ある。それでどうなんですか？まあ否定はしない。俺はカジマのことが好きだ。もちろん異性として。だが勘違いするな。別に下心があって掃除を手伝っているわけじゃない。ちょっとでも俺に対する好感度が上がらないかなと思っているだけだ。バリバリに下心じゃないですか。ああ、下心だが、それが何か。はいどうぞボットなどと揶揄したが、実はそういう思いやりがあって優しいところが好きだったりする。特に俺が彼女を意識するようになったのは、俺に向かって蜂が飛んできた時のこと。キャー、蜂だわ。えい。え、えい。もう大丈夫ですよ。だけん。怪我はありませんか？は、というか、カジマこそ刺されたりしてないのか？大丈夫ですよ。あの蜂はオスなので、オスの蜂は刺してこないんです。昆虫系 YouTuber がそう言っていたので、間違いありません。白色なカジマさん、かっこいい。ね、今最後なんて言ったんだろう。感は9大。まあともかく、そんなこんなで俺はカジマに惚れたわけである。ちなみに調べてみたら、あの蜂はメスだった。見分けるのって難しいね。素人は不用意に触らない方がいいね、と俺は思った。で、掃除当番手伝ったらどれくらい好感度上がるんだろうか。ごめんなさい、私あなたとは付き合いません。ジェーン。好感度を上げる間もなく振られてしまった。そう、このカジマロコは、はいどうぞボットの割に男子からの告白を全て断っているという。何でも言うことを聞いてくれるわけではないらしい。その上、男子とは一定以上の関係を持たないようにしていると噂で聞いている。要するに男を避けているのだ。そうじゃなかったら、今頃俺のような下心丸男子がカジマの好感度を上げようとして、掃除当番が一躍大人気になっていたことだろう。ジーン。あの、そこで寝られると掃除ができないんですけど。俺もゴミだから掃除していいよ。わかりました。カラカラ。しかしなぜ振られた？好感度が足りていなかった？それとももっと他の要因が？参考までに、俺はどうして振られたのか教えてもらっていいだろうか。単純に俺のことが嫌いとか。そんなことは ないけど。あれ、思ったよりも悪くない反応な気がするぞ。彼女の言う通り嫌いではないのか。では好きだったら振られる意味がわからない。俺の考えすぎか？なあ、教えてくれないか。その単純にタイプじゃないからです。ジーン。
単純にタイプじゃないのが割と胸に突き刺さるわけだが。じゃあ待って俺、あ、集めたゴミが。要は俺がまだカジマに釣り合う男になっていないということじゃないか。そうだ、カジマは学校で一二を争う美女だぞ。そんな美女を相手に普通面でこれといって目立ったところない一般人な俺が告白をして、果たしてオッケーをもらえるだろうか。いや、ない。俺は間抜けだ。まずはカジマのタイプの男、カジマに釣り合う男になって初めてスタートラインに立てるんじゃねえのか。そういう意味では俺はまだスタートラインにすら立っていない。よし、自分磨きをしてリベンジだ。カジマ待ってろ、お前好みのお前に釣り合う男になってもう一度告白するからな。俺の座右の銘は有言実行、やると言ったら必ずやる男、見ててくれ。まずはゴミ箱から出た方がいいと思います。俺はゴミ箱から出た。そんなこんなで俺はカジマに釣り合う男となるべく自分磨きに邁進した。おお、特に意味もなく走ってみたり、特に意味もなく滝行をしてみた。そしてふと気づく、俺特に意味もないことしかしてなくね。カジマに釣り合う男になるってこういうことじゃない気がする。ではどういうことなのだろうか。なあ、男として自分を磨きたいんだがどうすればいいと思う？唐突だね。ということでクラスの女子に聞いてみた。よくわからないけどおしゃれとかしてみたら、イメチェンっていうの？髪型変えてみたりとかさ。髪型か。ほら、結構髪型の種類もいろいろあるし。ふむふむ、アフロか、いいな。なんで？かっこいい。どこ受け狙ってるの？カジマ受け。じゃあやめておいた方がいいと思うの。アフロは一般的な日本人女性受けしないと思うし。カジマには受けるかもしれない。気をてらおうとするのやめよ。そうか、じゃあ服はこんな感じとかか。トイシ君。なんだ？ファッション雑誌とか読んで勉強した方がいいと思う。え、そんなこんなで俺の美的センスはだいぶ狂っていることが発覚した。とりあえずクラスの女子におすすめされたファッション雑誌やらでおしゃれというものについて学んだ。正直俺的にはもっと活かすコーディネートや髪型があるのだが仕方ない。そうしてしばらく経ったある日のこと。おはようっす。どうかしたか？いや、なんか最近雰囲気変わったよね。そうか？髪とかなんかいい感じな気がするし、自分でセットしたの？ああ、隣のクラスの女子に美容院を勧めてもらってな。そこでセットしてもらったのを真似してみたんだが、どうだろうか。悪くないんじゃないかな。そうか。てかさ、今日暇？もしそうなら放課後一緒にさ。あ、ずるい。うちも誘おうと思ってたのに。私も。なんかモテ出した。なんだこれ。トイシ君、トイシ君、今日よかったら一緒にカラオケとか。いやいや、私と一緒に美味しい水素水が飲めるお店に。行かない行かない。あれからやたら女子に声をかけられるようになった。最近かっこよくなったよねみたいな感じでとにかく声をかけられる。だがカジマ一筋な俺はそんな誘惑をものともせず全て払いのけた。うむ、ここまで来れば俺もカジマに釣り合う男になれたのではなかろうか。カジマ、というわけで声をかけてみた。ツン。カジマにツーンされてしまった。俺の体力はゼロになった。カジマ、ツーン。あるえ。ようやくカジマに釣り合う男になれたと思ったらなぜかカジマがツンツンしている。わけがわからないぜ。そんな感じでツンツンしたカジマに声をかけ続け、まともに会話ができるようになったのは放課後になってからだった。
なあカジマ、なんでそんなにツンツンしているんだ。もしかしてハリネズミのモノマネか。じゃあ俺はイリオモテヤマネコのモノマネするわ。カオス、にゃーん、似てる。カンは9代。よかったですね、モテモテになれて。え、ツン。もしかして焼きもちとか。そんなんじゃないです。大丈夫だ、俺はカジマ一筋だから。トイシ君。カジマ、改めて伝える。俺はカジマが好きだ、付き合ってほしい。ごめんなさい。あるえ、即答で振られちゃったんご。はあ、俺のこと恋愛対象として見られないか。そんなことは。無理しなくてもいい。優しいカジマのことだ。俺を傷つけまいと気を使ってくれているんだよな。だったら俺のことは気にしなくていい。むしろ変に気を持たせないでバッサリ切ってくれ。さあ言ってくれ。お前は恋愛対象にはならないとか、男として魅力がないとか、臭いとかキモいとか、何でもいいぞ。違うんです、臭いのはともかく、トイシ君が悪いんじゃないんです。じゃあなんで、今臭いのはともかくって言った。これ臭いのかな。あ、いいえ、トイシ君が臭いというより、トイシ君から他の女の匂いがして、それがちょっと。え、なんか怖。ハイライトはどうやって消してるの。消しゴムです。へえ、俺もやってみようかな。それ、ゴシゴシ。わあ、目が。え、バカなんですか。タンは9代。私、トイシ君のこと本当は好きなんです。そうなのか。はい、本当はずっと前から。この前はタイプじゃないなんて言いましたが、あれはただの方便なんです。じゃあなんで俺は振られたんだ。俺と付き合えない理由があるの。婚約者がいるとか。じゃあ俺が結婚式の時に奪いに行くから。違います。なんだ違うのか。なんかやる気なくなっちゃったな。やりたかったんですね。それじゃあもっと別の問題があるのか。だって私じゃ釣り合わないから。え、トイシ君みたいな素敵な人と私なんかじゃ全然不釣り合いです。トイシ君には私よりももっと素敵な女の子がいるはずです。なるほど。思いやりにあふれた優しい彼女らしい。要するに俺のためを思って俺を振ったということだ。それならいっそのこと俺と付き合ってほしいものだが、それが彼女なりの思いやりなのだろう。なんて不器用なのだろうか。トイシ君はすごく努力家で、いつもすごいなって見ていました。俺が努力家？目的を果たすために努力を惜しまず、恥も忍んで人に頼ることができる、そういうところとか素敵だと思います。あれ、褒められてる？はい、絶賛です。そんなに絶賛されるようなことはしていないのだが、ただ目的を果たすのに必要なら俺の知らない知識を知っている人に尋ねた方が効率的だと思っているだけだ。だから今回だってクラスの女子に聞く方が手っ取り早いと思った。カジマ曰く、これがなかなかできないことらしい。知らないことを知らないと言って教えを請うことができる人ってそんなに多くないと思いますよ。少なくても私は知ったかぶりをして後でネットで調べるタイプです。そっちの方が少数だと思うんだが。それに世の中には他人に頼るのは甘えだと考える人がいます。自分の力でどうにかできないなら周りの力を頼るってのは普通のことだと思うんだけどな。そうですね。でもそういう周りの目といいますか、同調圧力というのでしょうか、少しずつ他人を頼るのが億劫になっている人がいるんです。それはきっと田島のことなんだな。それにトイシ君はモテモテじゃないですか。今更私なんて。ずっと気になっていたんだが、どうして梶間はそうやって他人ばかり優先するんだ。梶間は他人の幸福を考えている一方で、自分の幸福について感情に入れてない気がする。
そうやって自分を卑下したりするのはどうしてなんだ？私には妹がいるんです。カジマに？初めて聞いた。私は妹にあまり姉らしいことをしてあげられませんでした。妹が生まれてから親は妹ばかりにかまけて私にかまってくれなくなりました。それに腹が立って私は妹に意地悪なことばかりしていました。アイスは私がすべて独り占めし、おもちゃもすべて独り占めしました。親にはお姉ちゃんなんだからと我慢を強いられ、その反動で妹にはさらに冷たく接してしまいました。そんなある日、妹が交通事故に。そうか、妹さんが亡くなったことをきっかけに梶間は他人を思いやるようになったのか。はい、妹は生きてますけど。あれ、亡くなったみたいな言い方してたやん。勘違いしちゃうやん。やん。でもそれ以外の部分は合っています。妹は私に冷たくされた反動で現在スーパー反抗期に突入。私は姉としてもっと妹を思いやってあげられたはずなのにと後悔の念に襲われているんです。もっと優しくしてあげられていたら今頃妹とキャッキャできたのにと。シクシク。なんだ、ただのシスコンか。妹はただ私と仲良くしたかっただけだった。それなのに私は自分のことばかりで妹の気持ちを考えてあげられなかった。だから今度はもっと他人の気持ちを考えられるような人になろうと思って。私はダメな姉です。でも砥石くんは私なんかとは違ってすごく立派で。そんなことない、カジマだって立派だろ。過去のことはどうしようもないけどさ、でも今のカジマはちゃんと立派だ。他人と比べて私なんてとか言うな。それはお前の今までの頑張りを否定する言葉だ。なんだよ。だから私は砥石くんが好きなんです。そうか。はい、でもやっぱり私はまだまだです。また後悔をしないためにも私はもっと周りの人のことを思いやってあげたいんです。じゃあカジマのことは誰が思いやればいいんだ？カジマは他人の幸福を考えすぎていて、まるで自分のことを感情に入れてない。それはだから俺が幸せにすると言いたいところだが。言ってくれないんですか？俺の座右の銘は有言実行、やると言ったら絶対にやる男だ。だからまだカジマから OK をもらっていないのに幸せにするなんてことは言えない。そもそも軽々しく言える言葉じゃないしな。今の日本は少子高齢化が進んでいて、将来にいくらか不安もあるし。現実的な意見だ。それでもどんな未来が待っていてもカジマと一緒なら幸せになれると思う。一人じゃ大変でも二人なら幸せ1/2だし。それ計算おかしくないですか？片方幸せになれてないですよ。あ、確かに。でもそうですね、そこまで言うなら私のこと幸せにしてください。え、砥石くんが言ったんですからね、責任取ってくださいね。こうして俺はカジマとお付き合いすることになったのである。おまけ。ちょっとお姉ちゃん邪魔なんだけど。あ、ごめん。つーか、スマホの画面見て何ニヤニヤしてんの？普通にキモいんですけど。あー、実はその彼氏ができたの。ほら、彼氏かっこいいでしょ。ふーん、そうなんだ。ほーん、どうかした？つーん、別に。イリオモテヤマネコって水が得意で潜水とかするんだってな。サルベドネコだって通りすがりにラブコメを投げつけていくんですからすごいですよ。